前からあったのかな、わかんないけど、でもあのもし本当に尿道膀胱炎があったら おしっこの回数ってやっぱり1回か2回か3回ってことはありえないんですよね。はい、あ、はい、うん、大抵やっぱ数が多くなってくるから、前は1回か2回だったんですけど、うん、で1週間ぐらい前から急に多くなったもので、ちょっと1週間ぐらい前からね、はい、でこれね、はい、食欲さえちゃんとあればね、はい、外来でも治療できます、はい、だけど薬を飲ませなあかんけどさ、飲めんでしょ。いや、逃げ、すごい、もうすごい逃げてっちゃう、うん、だから前一番最初はやってたんですけど、あの目薬もさせてたんですけど、そうですよね、この頃難しいですよね、はい、だからおしっこのね血液反応が消える、はい、せめておしっこの血液反応が消えるまではちょっと点滴して、はい、抗生物質とか止血剤とかきっちり効かせた方がいいんじゃないかなと思うんですよ、はい、そうすると、はい、入院治療するか、はい、毎日生で来てもらうか、毎日じゃちょっと無理ですよ、無理ですね。いや、抗生物質さ、使ったり使わなかったりするのが一番良くないんで、はい、じゃあ少しね、はい、まあ、何日間かかるかわかんないけど、1週間ぐらいを目安、1週間ですか、はい、はい、目安でちょっと治療させてもいいですかね。あ、こちらで、こちらでいいですか、はい、あ、おしっことかそういうのもお願いです、うん、おしっこももちろんで、おしっこは点滴してるからたっぷり出たんですよ。あ、はい、で、あとその他のことね、はい、